ロシアがウクライナへの侵攻を始めてからおとといで2年が経過しました。都内では昨日、ウクライナを支援するためのチャリティーコンサートが開かれ、訪れた観客はアーティストの平和を願う歌声に耳を傾けていました。この催しはウクライナの置かれた現状を風化させず、日本での支援の輪を広げる目的で、都内の NPO 法人が企画したものです。会場には招待されたウクライナからの避難民など55人のほか、600人を超える観客が来場し、ウクライナ出身の歌手による民族楽器バンドゥーラを用いた演奏や、企画に賛同して参加したアーティストらの歌に耳を傾けていました。このイベントによる収益や寄付金は全額地雷除去や医療支援といったウクライナ再建のための支援に充てられます。